チャムリー公爵は、イギリスの公爵位。連合王国貴族。爵位名は、チャムレーや、チャモレーなどとも表記される。コレモンデリーや、チャーモンドレーといった表記は誤り。1815年に、初代王法道伯爵ロバート・ウォルポールの彦にあたる、第四代チャムリー伯爵ジョージ・チャムリーがジョイされたことに始まる。2014年現在のチャムリー公爵は、 第七代公爵となるデイビッド・チャムリーである。1999年貴族院法によって、世襲貴族が自動的に貴族院に議席を持つことはなくなったが、式部教を世襲しているチャムリー公爵は、文章院総裁を世襲しているノーフォーク公と共に例外となり、彼はこの貴族院改革後も議席を持っている。公爵くらいの法定推定相続人は、ロックサベイジ伯爵の その法廷推定相続人は、マルパス施釈の儀礼称号を称する。公爵家の邸宅は、ノーフォーク州ホートンのホートンホールと、チェシャー州チャムリーのチャムリー城である。12世紀からチャムリー家が邸宅としてきたチャムリー城。現在の建物は、初代チャムリー公爵によって19世紀に建て直されたもので、イングリッシュヘリテッジの第二級指定建築物に指定されている。 チャムリー家は、ノルマイコンクエストの時より、チェシャー州チャムリーを領してきた旧家である。1542年、ヒューチャムリーは、スコットランド王国との戦いにあたって100人の兵士を慈悲で集めたことを称されて、イングランド王ヘンリー・パッセイからナイトに除任されている。また彼は、チェシャー州長官などの職も務めた。サー・ヒューの息子のうち、長男のロバートは1628年に、 チャムリー爵、者六1646年に、リンスター伯爵に除されたが、生涯未婚だったためこれらの爵位は一大限りとなった。その弟、ヒューの長男である老いのロバートは1661年に、アイルランド貴族、チャムリー子爵へ除され、彼が、チャムリー公爵家の祖先となった。またリンスター伯爵、ロバートやヒューのマッテイ・トマスは、ディラミア男爵家の祖先となっている。 初代チャムリー子爵ロバートが1681年に死去すると長男のヒューが二大子爵となった。彼はウィリアム三世とメアリー二世のイングランド王即位を支持し名誉革命後の1689年にイングランド貴族チャムリー男爵へ上されてイングランド貴族院へ列し、1706年にはチャムリー伯爵へ少女された。彼はチェシャー州館に任じられたほか 王室会計監査官や王室水道長官といった旧中職も務めた。初代白爵ヒューは生涯未婚だったが、彼が授けられた爵位の助爵上には弟ジョージへの継承を認める特別規定が付されており、これに従ってジョージが二大白爵となった。サーロバート・ウォルポールのために建てられ、ウォルポールの娘メアリーと第三代チャムリー白爵の結婚により、 チャムリー家所有となったホートンホール。イングリッシュヘリテッジの第一級指定建築物に指定されている。二代チャムリー伯爵となるジョージは結出した軍人であり、1690年のボイン川の戦いで、この絵的断機兵隊を率いて戦ったほか、1692年のステンケル家の戦いでも先行を挙げ、最終的には陸軍大将まで昇進している。 彼は1715年にアイルランド貴族のニューボロー男爵、1716年にグレートブリテン貴族のニューバラ男爵に除された後、1725年に兄からチャムリー伯爵位を相続した。二代伯爵ジョージが没すると、長男のジョージが三代伯爵となった。彼はホイック島の政治家で、サーロバート・ウォルポールの娘メアリーと結婚。 彼の下で、ランカスタ高領大臣を、ヘンリー・ペラムの下で、王子少将を務めた。三代伯爵ジョージとメアリー夫妻の長男である、ジョージは創生したため、その息子のジョージが四代伯爵となった。彼は、第三代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクの下で、ヨーマン・オブ・ザ・ガード隊長を、スペンサー・パーシバルの下で、王室家政長官を務め、1815年に、 ロックサベイジ伯爵及びチャムリー公爵に上された。二大公爵となったのは初代公爵の長男のジョージである。彼は当初庶民院議員であったが1821年に繰上げ直所によってニューバーグ男爵として貴族院へ招集されて貴族院議員となった。また母親が第三代アンカスター公爵ペレグリンバーティーの娘だったことから 第四代アンカスター公爵、ロバート・バーティの死去を受けて、式部教を継承し、以後チャムリー公爵は、代々式部教を世襲することになった。二代公爵が没すると、長男のウィリアムが三代公爵となった。彼は保守党の政治家で、就職前には35年にわたって、庶民院議員を務めていた。三代公爵の没後は、彼の唯一の男子であった、ジョージ、 ついでその長男のジョージ、その長男のヒューが公爵位を相続した。貴族院議長ヘイマン・オンナや、庶民院議長ジョン・バーコーと共に、アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマに、ウェストミンスター宮殿を案内する、式部教第七代チャムリー公爵。2014年現在のチャムリー公爵は六代公爵の長男であるデビットで、1990年に就職した。 1999年貴族院法によって、世襲貴族が自動的に貴族院に議席を持つことはなくなったが、式部教を世襲しているチャムリー公爵と、文章院総裁を世襲しているノーフォーク公は、例外として、議席の世襲が認められ、彼は引き続き貴族院議員となっている。現当主である第7代チャムリー公爵、デイビッド・チャムリーは、以下の釈を有する。 中世イングランドにおいて国王の大臣であったグレート・フィサー・オブ・ステートの一つで王子証書の下、大芝の上に位置する。現在ではウェストミンスター宮殿の管理者としての権限を持つほか大幹式において重要な役目を果たす。ありがとうございます。